電子レンジマンの動画。今週も購入品を紹介していくのだ。例によってブックオフでクーポンとかを使って買ったアイテムの紹介ね。まずブックオフは毎月29日に300円引きクーポンを配る店があるんだよね。しかし基本的に500円以上とか買わないとクーポンは使えないのだ。だから使わないことが多いんだけど、今回は珍しく欲しいものがあったので買ってみたのだ。まずこれ、ガンダムエアマスターの旧キット144分の1、通常550円。あんた最近ガンプラをいっぱい売却してたはずでは。組み終わって完全放置してたやつは売ってるけど、別にガンプラに興味がなくなったわけではないのだ。ガンダム X は旧キットしか出てない機体が多いので、安く売ってたら買う感じになってるね。エアマスターは最新の HG 出てるし、そもそも持ってるはずだけども、250円ならさすがに買って損はないと思ったんだよね。ちなみにバーストもあったけど3倍くらい値段高かったので、そっちはスルーしたのだ。そしてもう一つ、リフテンで通常3960円くらいだった。これあ、ロックマンエブゼね、全部入りのやつ。世代だけど当時完全スルーしてたわよね。あんた流行ってる感はあったけど、僕は PS1 のクラッシュ、バンディクーとかポケモンとかで忙しかったので手をつけなかったのだ。一応今やってみてるけど、人気出ただけあってなかなか面白いのだ。ただそこ敵のエンカウント率が高くて、迷路っぽい道で迷った時地獄なのだ。戦闘離脱もそれ用のチップが一覧に出ないと使えないもんね。そんな感じでね、あとは10月1日になったので、いつもの100円引きクーポンで買ったアイテムとかです。まずこれ、コミさん一巻、多賀城のブックオフで110円。人気作品だけど、そこそこ連載開始から時間が経って初期の巻が安くなる方式のやつね。全然読んだことないので楽しみなのだ。森田さんは無口の最新版みたいなやつ、多分違うんじゃない。そして松森のブックオフで550円、 GI 城のブルーレイ。逆に今まで持ってなかったことに驚きだわ。ぶっちゃけこの映画、無個性な黒スーツが苦手なんだよね。内容自体はそれなりに面白かったけど、1のキャラの大半が2の冒頭で雑に退場することもあって、なんか全然見返してなかったのだ。でも雰囲気的に新しく映画かなんかをやるっぽいということで、見かけたら買おうと思ったのが先月の頭ごろ。意外に中古に出回ってなくて焦ったんだけど、今日ようやく見つけたのだ。で、中古アイテムはもうこれでおしまいなのだ。少ない。何しろ1日だから猫の動画作ってるの、そりゃそんなにアイテムも溜まってないのだ。30MS の先月出たプラモを組み立てたくらいしか他にネタもないのだ。で、このまま動画が終わるのかと思いきや、もう1アイテム。山田電機に行ったら、なんか投げ売られてるアイテムが。え、これ昨日発売の新仮面ライダーのペイじゃない？定価は1980円だったような、なんでもう1386円まで下がってんの？よほど売れない見込みだったのかね。さすがに安すぎるのでこれは買ったのだ。よくわかんないキャラと見せかけて、こいつが何者なのかは映画内で全部説明されてるんだよね。個人的にはもともとヒーローのキャラを敵幹部みたいな枠に使うのはどうかと思うのだ。一応元のキャラクターをある程度踏まえてるかつ、直接枠の作戦を展開するわけではないだけまだマシかもだけど、とりあえず立たせておけばそれっぽくなるかと思って公園に持って行ってみたのだ。うん、単純に変な絵面。そんなわけで今回はこんな感じなんだけど、実は今日届くアイテムがあるのだ。何かあったかしら。これです、衝動の神仮面ライダー版仮面ライダー。そういえば予約してたわね。第2号も本日到着予定。並べられるわけか。あと当時買い逃していたギャラクシーメガとデルタメガのミニプラも再販が届くよ。結構出費が多い日になったわね。これらは紹介するの？とりあえずブログで記事にはしつつ、気が向いたらライダーの衝動は動画も作るかもなのだ。そんなわけでね、今回の購入アイテムはこんな感じでした。まだ何件かのクーポンが残ってるので、今週は引き続きそれらを使っていろいろ買い物をしてくるのだ。あと実は今日スマホを1台買ってるのと、今週あたり確かピクセルの新型が出るので、それも買ったらレビュー動画を出すよ。ガジェットの方はいろいろ動きがあるのね。というわけで今回はこんな感じ。また見てくれよな。なのだ。 See you next time.